おはようございます。なんか普通になんかドゥドゥン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 って音しか聞こえなかったね。あとピピーピピーピピーみたいな。ピピーブーブンドゥンドゥンスス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 みたいなさ。で、あとカン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 みたいな。ピーブーピーブーみたいなさ。なコンビニのコピー機みたいな。イメージはなんかコンビニのコピー機の中に入ってるみたいな、その、なんかそんな感じだったよね。真似うまいでしょ？そうでね、ペッ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 ピープー、ドゥン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 、ドゥ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 みたいなさ。で、そんな感じでしょ？ガッ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 みたいなさ。その日にさ、検査結果わかんのかなと思ったら一週間以内なんだって。場所はだからさ、うるさいなぁ。なんで場所を知りたいの？ともちゃんは。あなた。場所をなんで知りたいの？いちご狩りに場所なんて関係あんの？ねえ。なんで場所が知りたいんだの？あ？無駄ですよ、今日は。ダッスーが、もう完璧に許可取ってんでね。無理だよ、今日やろうと思っても。だから私、ダッスーくんにね、丸投げしたのよ。もう私じゃ無理だと思ったかな。絶対にね、最近の流れだとギャラれんなと思ってさ、相当安心ね。もうダッスーに任せりゃ、もう完璧にやってくれるかなと思ってね。そう。もうお願いしちゃってるかな。舐めんじゃねえぞって感じね。全国紙に私インタビューされてんだよね。知らなかったみんな。ここに、こういう新聞にね。ほら。ちゃんと新聞に載ってるしよ。インターネット上動画配信サービス、ツイキャスでサポーター数6万人、5万人を誇るって。でよ。どうだよ、ここ。ここに特集もね、さらにここに特集組まれてんだよ。こういう風に。ねえ。いや、これね、たまたまね、乗れたんだよ。本当にたまたまなの。たまたま、この、人物なんとか記って言ってさ、いろんなさ、国会議員とか、地方のさ、なんか、社長さんとかが乗るページなんだけど、たまたまそこが、電話した時にね、売り込んだ時に、記事がなかったんだって。じゃあやりませんかってやってみましょうってなって。そう、たまたまね。たまたま乗れたんですよ、ここ。偶然。それで、いざ、ねえ、新聞載りましたよっていうのを発表したら、ホームページがサーバーダウンしちゃったんだよね、あの時ね。初日にサーバーダウンしちゃって、もうクレームの電話が半端なく入っちゃって、ねえ、二日後に新聞ねえ、もう回収ですよ。すごいっしょ。影響力。だって自分たちさ、大学生の時エッチしてなかったの？年上の人と。ねえ。いやいや、大学生ってエッチしてなかったのかっていうの。いや、してたでしょ。それみんな法律違反になるの。ね、児童なんだっけ、なんつうのそういうの性的なやつって。大学生の時にしてなかった何純潔ぶってんね、本当に。気持ち悪いな。で、おまんこずっといじくってたから、大学生の時にさ、なんかトウモロコシとか突っ込んでね。ぶってんじゃねえぞ。トウモロコシ突っ込んでたんだろ？なあ。ロバタ焼きとかさ、ね、キリタンポとかね。秋田の人はキリタンポとか。沖縄だったらね、ゴーヤかなんか突っ込んでたんだな。北海道だったらね、なんだろうね。エビとかカニとか突っ込んでたんじゃないの？あの手の部分とかさ。嫌になっちゃうよね。そうやって私はやってません。みたいなさ。よく言うよね。そうやってね。本当に私はやってません。みたいな。デパコスじゃなくて、こういうなんで、プチプラみたいなの
一緒に使ったりとかする。なんかデパコスだらけになるともうデパコスって感じになるじゃん。うん。なんかプチプラとかでもね、全然さ、番号を知りたいんや、私が使ってんの。9,999,999,999。うん。塾の CM の人じゃないよ。なんだっけ。なんかあったぜ、なんとか。なんかあったよね。塾のなんとか。ちょっと出てこないんだけど、ミスズ学園じゃないよ、ほんとに。だこれで、ね、なんとなくなんか、だから今おかしいのは、ここはボケてないから、ね、ここにさらに、茶色とかね、こうね、この、ここに入れてあげるんだ、こうやってスーッとさ。綺麗な奈々ちゃん好き？みんな。どう？綺麗な奈々ちゃん大好き？ね、綺麗な方がいいっしょ、私。大好き？本当に？奈々ちゃんのこと大好き？どんぐらい好き？奈々ちゃんのこと。そんなに好きなの？奈々ちゃんこと。そんなに好き？大好き？綺麗？かわいい？かわいいよと。いや、手は動いてるから、ちゃんとね。嘘、早くない？ダメ。ちょっとごめんね、まだね、準備中になんかお土産いただいちゃった。先生、逆に先生の飲み物は？先生？はい。先生の飲み物は？自分の。私のはカバンに入れてあります。あるの？いただいちゃっていいの？この緑ちゃん。はい。これ盗んできたの？いや、買ってきましたよ、普通に。あ、そう。経費でこれ落とすために。経費で落とすの？緑茶を経費で。はい、あ、まあ、落とせるけどな。あ、どうぞ。まんまってして、まんまって。はい。加えて。はい。はい、の指加えて。あ、はい。はい。の指、指、指、口開けて指加えて。あ、はい。まんまんまってやって。まんま。あ、ちょっと、混ぜちゃった。はい、キスされちゃった、私。先生ってあれだね、噛む力意外と弱いんだね。そうなんです。もう、かつてホームレスで、うん、もう歯全部なくなっちゃったんですよ、上の歯。それで今入れ歯なんですよね。あ、そうなんだ、はい、これね、コンシーラーね、輪郭を動かすっていうか、今ぼかしましたよ、先生。ありがとうございます。最近は、はい、やっぱり、外側に濃ゆくしていくんじゃなくて、中に、はい、中にこういうの入れる感じですよね、先生。はい、そこからぼかす感じで。はい、まずは輪郭を作ってあげてね。はい、こういう、ニップブラシかなんかね。ね、先生、あれだね、上が結構薄いね。うん、薄めの。山が全然ないっていうか。どうだろう、先生。一瞬、まんまんまって言っても、まんまんまって。まんまんま。あ、まんまんま。まんまんま。まんまんまって、こう。違う。まんまんまって伸ばす感じ、伸ばす感じ。伸ばしてあげて。伸ばし、あ、でも全然ね、あとはね。そうですね。ここにシュシュ持ってきてあるんですよね。忘れ物しちゃうもんね、先生置くとね。この間も忘れ物してたし。乾杯。この間コート忘れちゃったんだよね。そうなんです。はい。このコート忘れちゃったんです。じゃあいただきます。ここで飲んじゃって大丈夫ですよね。全然いいですよ、本当に。はい。印象禁止だから。苦しくない？これもうちょい下げる？これ。こういう風に。大丈夫ですよ。こういう感じね。うん。あ、これでもいいですね。あんまり無理にやると。もっと高い方がいい？こうやって。こんぐらいも。これちょっと危ないんです。危ないんで。はい。危ないです。焦げちゃうんで。はい。焦げちゃうんで、こんぐらいでいいですか？はい。自分の
家のゲーミングチェアでも、レンタルルームのゲーミングチェアでも、ひっくり返ったことがあるんですよ。バターンって。あらららららら。すごい音しましたよ。はい。それはちょっと危ないですね。腕と、膝すりむいちゃいました。うん、やだん。はい。はい。先生、引っ越すとか言ってなかったっけ、この間。そうなんですけど、それやるとかえってやぶへびなんですよね。やぶへびなんだ。はい。なんで？あ、また引っ越して。そう、そう。金を借りなきゃいけなくなっちゃうから、はい。お金ないの先生今。もうお金なんてないですよ。はい。イエイエイないわ。嬉しい恥ずかしい。イエイエイないわ。もうないですね。はい。もうなくなって何使ったの先生。ほとんど支払いで消えちゃってますよ。はい、何を支払ってる先生。もう電気代、ガス代、買い物したものとか、はい。あらららら。はい。先生結構買い物しそうだもんね。はい。あ、これ 4L サイズなの？そうなんです。もうお腹が出っ張っちゃって、お尻がすごい大きくなっちゃって、うん、これが糖尿病が原因なんですよ。へぇー。はい。はい、先生何糖尿病持ちなの？糖尿病持ってますね。今からあんなお薬たくさん飲んでんの？そうなんです。だいぶ痩せては来たんですけど、うん、やっぱり肝臓もちょっと壊しちゃってるってことで、うん、とこのその薬も飲まないと肝硬変になっちゃうっていう話もあったんで、はい、長生きできるかどうかっていうところですよね。そうだね。はい。私もなんかね、先週あたりかちょっと体調が、はい、よろしくなくて、はい、昨日 MRI やったんですよね。あ、はい。MRI ありますね。はい。ちょっとは良くなったんじゃない？先生。そう、そうですね。はい。まあ、これ後ろ流してもね、いいし。はい。はい。はい、こうね。はい。どう？全然大丈夫ですね。オイルとかつけます？オイルとか。あ、はい。お願いします。はい。結構しっとりでいいですか？はい。はい。先生ね。はい。いい匂いなんで。はい。先生ね、私と一緒のオイル？あ、はい、ありがとうございます。はい、どうでしょうか？あ、はい、ほら。いいですね。なんか真っ白髪になっちゃってますね。ん？私の髪型、ここ横がちょっと白髪生えちゃって。白髪も隠せるよ、これね。あ、ほんとに？やってみる？先生。そうですね。やってみましょう。はい。これやってみる？はい。ちょっと上向いてくれる？あ、横横横。あ、こういう感じで。あ、そうそうそう、先生、ごめんね。はい。うん、ちょんちょんちょんってやってあげてね。はい。あそこのレンタルルームではもうメイク配信もダメなんですよね。そうなの？なんでかっていうと、化粧液とかそういうのが校内に汚れたって言ったらクリーニング代請求してくんですよ。だから、その配信はもう、そんなうるさいんだ。他の配信者の家でやるか、うん。なんかしかできないですね。へか、あそこのミルキーとか、ああいうところを利用するっていう、大変ね、先生ね。はい。今の現状ですとね。はい。うん。はい。これでどうでしょうか、先生見て。あ、いいですね。はい。おしゃれに。はい。ちょ、私、自分の準備してなかった。まあ、いいか。一応終わり。はい。いい先生。あ、はい。まあ、調子は。まあ、これから先はもう、やっぱり配信の収入でもやっていくしかなくなっちゃったんで。はい。はい。そうです。だからもう結構配信の圧力入れなきゃいけないんですよね。はい。なんかコラボとかもしてないよね、先生ね。あれからね、先生。そうですね。はい。コラボしないね、あんまり。これから、いろんな配信者とコラボする予定ではいますね。本当はやりたくなかったんですけど、やろうかなっていうところですね。女の子と？結構先生あれじゃん、女の子とコラボしてるのね。ここでも、はい。どちらちゃんとかね。そうですね。はい。うん、はい。あ、先生当たったよね。ありましたじゃないですか。当たったよね、キャンペーンで。はい、あれ、前に使ってますよ。あれ来たの？何がですか？もう来たの？来ましたよ。はい。これで毎日使ってますね。はい。よかったよね、はい、もう
あれパナソニック製なんですよね。そうそう。で私のナノケアかなんかだったっけ先生。はい。私が前持ってたのはドンキホーテでもう買ったやつで10年以上経ってんですよ。あれ何歳になる、うん、もうあれなんですよね。うちはもう経年劣化してるのはもう電子レンジとドライヤーですね。もう10年以上経ってるんで、はい。前の、はい、監視拡張に住んでた時から。だってさ、先生さん、はい、あれだってさ、はい、買えば3万ぐらいはするよね。と思いますよ。パナソニックだから。はい、私はね、ドンキホーテで買ってパナソニックだったんですけど、うん、今使ってるのが、もう経年劣化したんですよ。10年以上経ってるんですよ。うん。危ないから、ああいうのもうやめた方が良さそうかなと思って。いや、古い、10年のドライヤーちょっと危ないよね。あと電子レンジも10年以上経ってるんですよ。いや、爆発するよ、先生。あの、寿町に住んでた時はずーっと使ってたんですよ、あの、電子レンジ。寿町に住んでたの？はい。もともと横浜、寿町って結構ディープなとこだよね、ドヤ街っていうか。そうなんです。でもバス通りのとこだったから、うん、はい。まあ、大木町、寿町っていう町がつかなくて、大木町っていう町がつくと。やんちゃな人も多いよね、あそこら辺ね。はい、ディープな。まあ、4丁目はもう、監視拡張で、1から何 ?4 丁目は、監視拡張所なんです、大木町の場合は。監視拡張所ね。はい。で、1から3はもう、会社とかビル街とか、高級マンションに住んでる人って、っていう話、人が多いんですよ。あ、結構ね。タワーマンションとかもあるもんね、あそこね。はい、知り合いがいるんで、うん、はい。あそこでも都心だもんね、横浜もね、はい。あれは、なんかもう、何億ってしたらしいですね。そうなんだ。はい。私の、あの、アマチュア無線の技師の知り合いがいて、うんうん、その人はもう、あの、車も持ってますし、うん、で、マンション、ちゃんとしたマンション、借りてるマンションではない、なく、そのあたり、2丁目あたりに住んでるっていう人がいたんで、はい。結構知り合い多いんですよ、ね。はい。若くはないですよ。はい。まあ、そうだよね。あ、もう、今じゃもう60ちょっと過ぎてんじゃないですか。なんかズボンが逆っていう。あ、これは私かな？逆ではないですね。はい。私だ。はい、私が逆で、ほら、先生見て。あ、ほんとだ。ポッケがここについてた、後ろの。はい。はい。はい。まあ、いいかな。わかんないよね。はい。わかんない、わかんない。もうめんどくさい気がする。はい、うん。あの、うんこジャンバンね。はい。うんこのセレクトショップみたいなのがあるんだよね。はい。あと、発信でイライラしてアンチコメされたりすると。うん。お前、うんこみたいなこと言ってんじゃねえ、このやろ！あれめっちゃ使えんじゃん、それ配信で。すごい切れたり飛び道具みたいなね、はい、先ね。はい。配信するとき、これでやろうかなと思ってるところなんですよ。パソコンレンタルルームで。そのうちの中で、ね、あ、誰か来たよ。誰だ、機長くんかな？はい。先生が。ダッスーさん。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。この間どうもありがとうございました。あ、この間。そうですね、あの、これ、はい、レイのこれ。時間でないもんね、はい。うんこ、うんこですね。はい、配信中に。うんこ見てですね。先生にあげたんだって、はい、あ、はい、わかりました。もう最近す配信中にアンチコメが来るとうんこみたいなの言ってんじゃねえと。うんこ出すんだって。おかげさまですよ、ね。すごいよ。おかげさまですよ、ね。なんかイケメンになってない、出す。いや、髪切っただけですよ、なんか。いや、いいよ、先生、そこで。そこですか？はい。私は、ここでいいっすよ。はい。ガンダムみたいでいいんじゃない、はい、発信するような感じさん。はい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 。ラスト椅子持ってくる？あ、大丈夫っす。ここでいいっすよ。もうちょいラスト、なんか。配信。死ねって言っちゃったんですか？配信つけた瞬間、死ねって言ってたよって。でもね、なんかね、覚えてない脳に障害今あって、はいはいはい。MRI とかやってたんだけど。私も、もう、たまに、あまりアンチコミひどすぎると、はいはい、てめえ死ねえほなろとか言ったり、はいはい、そういうことをやっちゃってますからね。でもそういうの覚えてないよね。はい。もう、うんこみたいなこと言ってんじゃねえほなろとか言って。うん。先生も覚えてないんですか？覚えてないんですよね。へ、覚えてるな、そう話したこととかさ。いや、まあでも確かに、長い間やってたら、そのね、最初ら辺の時間に何言ってたかとか全く覚えてない。話することわかんないよね、うん。思い出せないというか。昨日何やってたか思い出せない。これ配信止めたんですか？え？止めてない。止めたのかと思った。止めるわけないやん。このタイミングで？このタイミング。回ってるんですね、これ。はい。
プライベートじゃないからね、共感。はい。いちご狩りの先生にね。はい、うん。なるほどね。はい。ちょっと今、狙ったんでしょ、先生。なるほど。で、先生、先生、タイミングを測ってるから。ああ、なるほど、なるほど。はい、すごいからね、うん、先生。はい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 。あ、そうだったんですか。私も20件ぐらいかけたんだ。もうほとんどダメ。予約埋まってたり。はい。なるほど。はあ、なるほど。ちょっと待って、そうだね。なんか、藤井さんの朝もう見つからなかったです。どっちと喋ってるか分かんなくなってくるんだけど。はい。え、先生？はい。先生どっちだろう、はい、どうしたんですか？どっちが先生だろう。ドラ猫先生のことを先生と略して言ってるんですよ。うん。みんな、はい。そういうことなんですね。はい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 はい。だからさ、顔まで似てくるよね。はい。すごくない？出すすごいとこって顔も似てんだよね。あれ、みじゅにゃん先生ですか？あ、まあ、そうだね。最近ね、ちょっと、喧嘩ばっかしてて、本当に申し訳ないなって思うんで。なるほど。はい。なるほど。なんか最新作とかないのかな、なんか。最新作、はい。うん。最新作はやっぱお茶かけられないとちょっとね、厳しいですね。はい。お茶もかけられない、どういうこと、うん、じゃあかけてあげようか、私。はい、大丈夫です。せいあ、あかい、返せよ返せよいや、俺の2000円返せよその状況がわかんないんだけど、それはどういう場面なんですかね。それはですね、お茶をかけられて2000円？まあ、彼女さんが帰るって言ってて、それは、居酒屋かなんかね。いや、家ですね。お家で？家ですね。うん。ちょっとお手洗い行ってきていいですか？うん、あ、先生どうぞ。じゃあ。2万円かな？これぐるっと行けばこうね。ぐるっと。ああ、どうぞどうぞ。じゃこれ、こっちに置いちゃった方ですかね。うん、島村の並んでみたいな。あれ、ポロポン。やっべえ、これ すっげえ、これマジすげえな、これアンチこの野郎シャキシャキシャキちなみにこれは、奈々ちゃんがやってる、ポルポンくんのモノマネですね。ああ、私がやってる。そうマジやっべこれやっべすっげえ色ヒーローこれすっげえな、やっべ半端ねえ、これ。やっべマジでこれみんな実写さん見てる、これやっべ黄色すっげえやべえ。すごいなんかいっぱい入ってる。目がね、怖くなる、これ。こうね、こうなるんね。そのうちね、こうね、こう移動してくから、どうも。矢じろべえみたいにさ。バケモンなんです、うん。ポルポン怒るぜ、ポルポン。はい、直接話す。先生、出たん？ほんと、尿の方ですね。はい、もう座ってやりました。はい。女子座り？困った。立ち先生って何立ちションしないんだ、はい、レンタルルームでそれやっちゃった。レンタルルームの中でやっちゃったの？立ちトイレでやってたら。立ちで猫トイレの床がベトベトになってたっつって、はい、今度やったら、はい、クリーニング代請求しますっていう。風になっちゃって、はい。クリーニング、おトイレで？はい。あ、トイレなんですね、ちゃんと。はい。あ、だからもう、それから座ってやるようにしたんですよ。自分の家でも。そんなにびっちゃびちゃになってたの？はい。自分の家でも立って、もう忙しい時は立ってやっちゃうんですけど。あ、こぼしちゃったってことですか？びしょびしょになっちゃう時あるんで。的外しちゃったっていう。はい。あ、だから、もう、便座？はい。うん。悪鳥くんかな？はい。やっちゃうっていう。そういうことか。はい。便座を畳んじゃったんですよ。はい、よろしくお願いします。鈴木様。ツイキャスの方が、ね、安定してる配信サイトなんですよね。こっちの方が絶対いいよね。で収益得た時だって、源泉徴収引いてるから、信用性が高いんですよ。そう、先生もおっしゃられてます。はい、鈴木様。だから私はもう、ツイキャスの、もう、専属ってことで。専属モデル、もう言ってます。先生、何、はい、ツイキャスの、モデルか、やっぱり。はい。なんか鳥に似てるもんね、なんとなくね。はい。はいなの、そこは。スイコン、キャス君に。そこは、はいなんだ。はい。はい、どちらかというと鳥顔だもんね、先生ね。はい。はい。これからはもうツイキャスで強化していこうかなと思ってますね。はい。晩にならない限り。そうだよね。みんなやっぱツイキャス好きだよね。はい、明日はね、我が身ですからね、私。ダイスも好きでしょ、はい、大好き。ツイキャス大好き。大好き。はい。大好き。なんかお願いします。お願いします。はい。ねえ。
はい。ふわっちもう消すもんね。はい。排除されたの。もうもうそれはもう。やんないよね。もうやらないです、そんなの。うん。絶対やらないもん、そんなの。うん。ていうか、不安主なんだよ。あれも、もともと追加するもんね。そう、もともとね、最初は。そうだよ。うん。じゃあみんな、迎えますよ、いちご狩りに。迎えます。嬉し、恥ずかし。朝帰り、不安、言い訳、イェイイェイ先生先生だ。あ、じゃあ、せーので。せーの。嬉し、恥ずかし、朝帰り、不安、言い訳、イェイイェイありがとうございます。ドンドンドンこれは、あ、これ外部の、花火が飛んだ時に、あ、そうか、それ違った。僕、はい、僕アイテム飛んだ時は、チュールチュールチャオチュール。はい、こっちは、あの、500飛んだ時に、チュールチュールチャオチュール。チャオチュール。チャオチュールまで。をやってますね。で、これ気づいてたし、ドラえもんなの今日も。ほんとは。あ私もドラえもん来てくれよかったかな。先生に合わせて今日は。いや、でもうんこでね、ありがとうございます。うんこドラえもんで、ね。もし私が配信してる。はい、配信する順番が回ってきてアンチコメが来たり、はい、なんだかんだってやられたらうんこみたいなこと言ってんじゃないよって言って、はい、なんで今噛んだんですか。なんかちょっとやっちゃってもいいしね、うん、これでね、うんこみたいなこと言ってんじゃないよとか言ってね。あ、そうですね。アンチコメとかね、はい、やっちゃいけないこととか準備できたらもう出るよ、はい、みんな。じゃあお話あね、はい、2時間半あんだからとね、はい、パワー取っといてで、ね、みんなね。いや、ズボン逆でもいいよ。